はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回は、日課の、またウイスキーじゃない、ハイボール。日課ハイボールのアイスコーラというやつです。期間限定。アルコール度数 7%。原材料がウイスキーと糖類とカラメル色素と酸味料と香料と甘味料です。うわ、甘味料入ってるのか、これ。アイスコーラ。まあ、ただのあれですかね。コークハイですかね。特に何も書いてない。なんかこう、前のね、アイス、違う、クールハイボールみたいに、なんだ、ミントフレーバーとかではない、みたいですね。まあ、多分、普通の、コークハイ、では、ないかなと。思います。まあ普通にコークハイだったら十分美味しいのではないでしょうか。さっき飲んだクールハイボールとか絶対美味しそうな感じはするけど。乾杯。まあ普通にコークハイ。コークハイですね。うん、結構、コーラが結構甘い。てか普通コーラって甘味料使われてないはずなんだけど、これ甘味料使われてるコーラなんですよね。なんかそれがちょっと気に食わないけど。爽やかな香りと味わいのウイスキーにコーラを加え、炭酸強めに仕上げた、清涼感のある、爽快な喉越しとスッキリとした後味が楽しめるハイボールです。これわざわざこれ甘味料を加えた必要あるのか、これ。無駄になんか甘味料を加えてられてないか。コーラってそもそも甘味料って、カロリーゼロとかのやつ以外は、まあ、普通のコーラだったら、入れないはずなんですけど。やっぱり甘味料のね、独特なね、ちょっと、甘みというのが、なんか若干感じられるような気はするけど、微妙ですね。まあ微妙って言っても、まあぶっちゃけた話、これ、わざわざこんなもん、買う必要あんのかって。ただのコークハイじゃねえかって。コーラとお前、日課ウイスキーのブラック日課クリア買って混ぜて飲めよって話なんだよ。そっちの方が十分。で、しかもぶっちゃけた話、ほとんどコーラの味しかしないんですけど、ウイスキーの味はほとんどしないですね。ほとんどコーラだ、これ。薄っ。ウイスキー薄っ。ブラックニカクリア使ったから、これ、結局あれなんだろう。味薄いんだよ。まあでも、コークハイの商品って、なかなかないですよね。コークハイのさ、チューハイってさ、ある?チューハイっつうかさ。ありますかね?
コーラ使った、コーラとウイスキー使ってる、その缶のやつって、チューハイではないんだけど、なんかこう、ハイボールみたいなのって、市販で売られてるんですかね。あんまりないと思う。でも久々にコーラ飲んだな。まあやっぱコーラってさ、やっぱりコカ・コーラだなって思う時もあるんだけど、まあでもペプシはあんまり飲まないな。ペプシは多分一番飲まない。ここ1年ぐらい飲んでない。コカ・コーラかもしくはドクターペッパーですね。俺はね。あ、そうや、トリスハイボールがあったか。トリスハイボールに限定のコーラとかってありますよね。でも限定ですから、これも限定だしな。なんか通年販売で、ってのはあんまなさそうだね。まあコーラはね、基本俺はコカ・コーラですね。まあ少なくともコークハイにする場合だと確実にコカ・コーラ。ですね。うん。コカ・コーラが一番、コーク杯にするには美味しい、とは思うけど。ドクターペッパーはちょっと、あれはほとんどペッパーの味が強すぎて、コーラのは、というか、その、ペッパーの毒ペの味しかしないんですよね。結局ね。ウイスキーの味がだいぶ、死んじゃうんで。ペプシはね、そういえば全然飲んでないな、ペプシって。ペプシコーラ、全然飲んでねえな。まあ、どうなんですかね。ペプシって美味しい、あれ。まあ別に普通にまずくはないんだよね。うん、まあ、まずくはないんじゃない。ただ全然買ってないけど。ペプシはね、美味しかったのはペプシツイストっていうね、レモン味のなんかペプシがあったんですけど、あれは美味しかった。そんぐらいかな。まあでもね、本当はね、なんか、今ちょっと、これでね、ネットで、なんか飲み屋の、なんかググったら、コークハイとかってググったら、いろいろなんか、あれが出てきたんで、飲み屋の画像がいろいろ出てきたんで、こう見てるんですけど。ああ、でもやっぱいいよな。飲み屋はな。俺も飲み屋行きたいわ。田舎だからね、田舎だからっていうか、そもそも、飲み屋に行くまでに車で使わないといけないっていう状態なんで。東京のね、
東京の内田ってとこ行きたいですね。内田って。あのね、あの、もつとか、もつ焼きのね、うまいところらしいです。今度東京行った、行くって、でも今東京も行けねえんだよな。東京もな。まあ、東京行くって言ったら、あれですね、夜行バスに乗って行かなきゃいけないんですけど、夜行バスがまたね、安いっちゃ安いんですけど、もうとにかく寝れないんだよ。だいたいこっちから、新潟駅から、10時ぐらいに出発して、10時か11時ぐらいかな。に出発して着くのが、多分、6時。朝6時ぐらいなんですよ。まあ、7時間か6時間ぐらいは、まあ、高速バスね。夜行バス。高速バスに乗っていくんですけど、もうとにかく寝れない。うん。ただの、あの、座椅子なんで、普通の椅子なんで、まあ、ただの、バスですよ。いわゆるバスです。ただのバスなんで、あんな、背もたれに寄りかかってるだけで寝れるかって話なんですよ。俺は全然寝れないんで。寝る人間はいいんですけど、寝れる人間、あの、隣でね、ぐごー、ぐごーってね、寝る人間がね、まあ、俺の、まあ、いたんですけど、くそー、くそーと思いながら、よ、寝れるわ、このおっさん、みたいな。まあ、席がバラバラっていうか、まあ、俺が行った時は基本的に一人で、大阪とか東京は行ったことあるんですけど、大阪と東京は行って、行ったことあるんですが、まあ夜行バスでね、とにかくね寝れないんで、朝ね6時に着くんですけど、もうそので6時に着いてもね何もすることないんですよ。とりあえずまず6時に着いて、えって何すんの、朝6時からやってる店なんてないし、どこ行こうかなって。まあ、それでとりあえず、そこら辺さまようんですよね。うん。とりあえずさまようんですよ。だから、ねえと。まあ、あと、俺の場合で言うと、新潟駅まで行かないと結局夜行バス乗れないんで、新潟駅まで行くんですけど、それにどうやって行くかなんですよ。基本的に車でそのまま直行したとして、新潟駅まで直行したとすると、問題は一つ、その車をどこに止めておくかなんですよ。で、パーキングとかに止めとくとやっぱり高いでしょ。多分。余計な出費がかさむわけですよ。だから、どうすんのかなって。それもちょっと困るんですよ。そこいらのコンビニに無断駐車しといて、っていうのも多分なんか、やばそうだしな。なんかちょっと怖い。だから、あんまり、やりたくない。あんまり行きたくないんですよ。だから、新潟駅まで、どうやって行くかな。まあ、最寄りの駅まで車で行って、そっから電車で行くっていう手もあるけど、結局、最寄りの駅に車を止めとかなきゃいけないから、それはどこに止めるかなんですよ。結局、パーキングの値段がかかってしまう。パーキングの値段っていくらなの？新潟駅、パーキング。値段ってこれいくら？
最大料金、1200円。え、30分で200円。あ、8時から深夜の2時までが30分200円で、深夜の2時から朝8時までが1時間100円。最大料金1200円ってことは24時間で1200円ってことか。違う。8時から2時が1200円ってことか。はぁ ?8 時から2時1200円。半日で1200円ってこと ?12 時間で1200円。いや、ちょ、待って。朝8時から2時だから12時間、18時間か。18時間1200円で、プラス2時から8時だから、合計6時間600円だから、24時間1800円かかる。ということは、まあ、となると、1800円だから、24時間1800円ってことは、まあ、2日ぐらい、まあ、滞在すると、東京に滞在すると仮定すると、3600円もかかる。高っ!どんだけ高いんだよ、これ、おい。なんとかならんのこれ。ねえ、これおかしいでしょ。金かかりすぎでしょ、ちょっと。あ、でも1日1000円のところもあるな。新潟駅西駐車場、1日1000円。新幹線をご利用の場合、1日1000円だ。本当そう、関係ないけど、むちゃくちゃ儲かるらしいですね。パーキングって。コインパーキングってめっちゃ儲かるらしいです。噂によると。結局さ、ね、まあ、新潟駅とか駅前に、それなりにその有名な駅前に置いとけば、そのパーキングがあればね、もう常にこう、ブワーッと使うわけでしょ。で、1日1台でだいたい、さっき言った1800円でしょ ?1 日お前24時間1800円ですよ。1台で。当然1台だけじゃないからね。まあ大体10台ぐらい入るパーキングエリアだとして、してですよ。1日1万8000円ですよ。24時間で1万8000円儲かるんで、儲かるというか入るんですよ。ねえ。まあほとんど、しかも管理費なんてもう腐るクソクソみたいなもんでしょ。だって管理も してるの無人だからね。もう人件費いらないし。なあ。まあ、整備費なんていうのも、まあ、ほぼのいらんだろうかな。なあ。っていうことは、まあ、土地代だけぐらいの、土地代とまあ、あと、そのね、パーキングの施設、作って、ってことでしょ。一日1万8000円ですよ。儲かるの。儲かるのっていうか。収入。18000円でお前、10日で18万だろ。で、1ヶ月で、36万の48、え?違う。36万の、54万。1ヶ月54万儲かるんですよ。あ、はぁ?
1ヶ月54万だぞ。え？ 1 ヶ月54万入るんですよ。まあ、駅前のとこだったらね。まあ、ほぼフルに入ってると仮定すれば。1ヶ月54万だぞ。1ヶ月54万。俺のお前、月給のいくら、何倍なんだよって。54万だろ。で、じゃあ1年で考えると、540万プラス、だから、50万、100万だから、550万。え、ちょっと待ってね、また。54万だから、540万の、640万入る。1ヶ月640万だよ。はぁ。収入640万だよ。まあ、そっからいろいろ引かれるとしても考えてもな。はぁ。パーキングパねえな。パねえな。すぐ多分元取れるんじゃないの？あの、土地代とかなんていうの。だってさ、土地代なんてさ、まあ、高いって言ってもあれでしょ？一坪いくら、まあ、いくらか知らんけども。まあ、まあまあまあとしても、まあ、少なくともパーキングなんてさ、車10台止められればまあいいぐらいでしょ？な、宅が知れてんじゃん。あんなもん。ってことを考えるとだ、そこまで、1年で640万稼げるとしたらですよ。だパーキングで、ね、稼ごうちゃう思えばすごい稼げるんじゃないか。あ、やばいな。これちょっと、いかん。これ動画でこんなこと言っちゃったけど、あれだ。あかんな。しまったな。これ言わなきゃよかったな。しくったな。ちょっとあれだな。これこのあれに土地買おうかな。土地。あ、でも土地買うにもあれか。まあ、でも土地、新潟駅の前あたりに土地買ってさ、パーキングつけてさ。無理か。そもそも土地なんてねえか。土地手放すやつもいねえか。かあ、無理か。うん、まあ。まあ、これは、ニッカハイボールさんの、まあ、うん、うん、うんって感じです。うん、まあ、うん。2433です。ご視聴ありがとうございました。